大山エンリコ勇です、自分は美術作家として活動しています。作品作るのと同時に研究したり文章を書いて自分の考えをこう発表するってことをずっとやってます。今見てて、ここの空中通路っていうか、ここに人がこうやって横に歩いていったりとか、下は下でこう車がビュンビュンこういう方向に行き交ってて、でそういういろんなちっちゃな動きがいろんな方向にこう立体的にたくさん動いている感じが、こうパッと一つの絵の中に起こってるっていう、アーバンランドスケープとしてのエネルギーとか複雑さというか、そういうのをすごい感じさせますよね。改めてこう見てると、この無機質な無機物の連なり、立体的な交差とか絡み合いっていうのが、まあ自分の描いてるクイックターンストラクチャーもそういうこう白黒の鋭利な形が立体的に絡まってるっていう形なので、やっぱり若い頃見てたこういう風景が無意識のどっかにこうエコーしてるようなことはあるのかもしれないなっていうふうには思いますね。なんか多分アウトプットするときに作品、まあ僕の場合ビジュアルアートですから、まあ絵っていう形で世に出すし、まあ一方でその言語化とか批評とか本を出版するとか、意外とこう自分の中では源泉のとこすごいつながってて、やっぱりこう街を歩いて都市を見たり、その中にあるライティングとかストリートアートを見たときに、パッと見て、あ、これ気になるな、これ面白いなっていう、それをこうじゃあ作品の中でこうやってみようっていう風になることもあれば、これはあのこういう風な言葉で捉えることができる現象なんじゃないかと思ったりとか、そういう風にこう後から分岐していって別の形になってアウトプットされるっていう感じなんですけど、根っこのとこすごいつながってる感じがあって、そこのつながってる根っこの部分がないと逆に言葉にも作品にもならない、そういう感じがすごいありますね。これはあのアイウェアのジーンズ原宿店で2017年に制作した作品になります。でこれがあの店内の作品なんですけど、まあ、この絵も主にはこの面に描いてあるんですけど、まあ、上の方にこう少しはみ出していたりとか、こっちも横に少しはみ出していたりとか、こういうやっぱり少しでもいいから、枠を超えて形がクイックターンストラクチャーの形が広がってるっていうのはすごい重要で、そういう要素があるだけで一気にこう空間へのアプローチが変わります。こういう、こう壁と壁の境界線っていうのがあると思うんですけど、この壁の境界線に沿ってクイックターンの形っていうのが一瞬こう進んでるんですよね。でまたパッと離れてこっちに伸びて、でここで今度またこの鏡のラインに沿って形が落ちてきて、またこっちに伸びてるっていう、クイックターンストラクチャーの場合は建物の構造とかその場が持つコンテクストみたいなものと対話もするっていう、それは実はあのストリートの文脈と例えば建築とか美術史とか、ただ形状の問題だけじゃなくて、コンテクストにおいても複数のコンテクストがどうお互いが関係するかっていう、その接点をどう意図的に作り出していくかっていう、まあ僕の活動全体にを貫いている意識があるんですけど、それがこう作品の具体的な絵の部分ではこういう境界線にクイックターンが沿うっていうところに象徴的にこう表現されているっていう、これは実はすごくあのディテールのようですごく実は本質的な部分なのかなっていうふうに思っています。